テンテレテンテンテン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 。どうか今日はこれ王将にしたよ。テンテレンテ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 レテンテンテン。YouTuber さんが使ってるあの曲ないから口でいきます。ということでね、今日買ってきたのはね、ドン王将の餃子と、はい、レマディラ炒めと、チャーハン、この3つ、この3つで、ね、食っていきたいと思います。いいね。ちょっとね、これ、これじゃちょっとね、深いので違うお皿に移していきたいと思います。よいしょ。あちゃ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 あ、うーん、あちゃあちゃあ、うーん、よいしょ、よいしょ、よいしょ、作ってきたよ。うーん、どうかー、王将盛り。しかしね、これさっきのレバニラ、チャーハン、餃子、これ黒いチャ、この黒い餃子、この黒い餃子あるんだけど、ここにこれね、冷凍庫の奥に化石化してたやつをちょっとね、これを出してきました。いや、爆盛りになっちゃったね、これいいね。少し多めね、今日は。うん、あ、それスーパードライ、これいっちゃいます、この爆盛りとね。よいしょ、よし、行ってくるよ。よっしゃ、これやばいっしょ、これ。あ、こう、うん、うまっ。よいしょ、これビールだよ、それ日本は。いっちゃうよ、うまくて、うますぎる。久々だ、王将食おうと思ってたんだよね。なかなか食うタイミングがなくて。こういうあったかい系は喋らないで食っちゃうよね。あ、今日は16キロ、朝は普通に走って、帰りはシャワーラン、雨ザーザー、びっしょびしょで、寒くはなかったね。うん。でもさ、今日さ、もうなんでシャワーランしたかっていうと、今日めっちゃ一日忙しくて、
もうハイパー、仕事がハイパー忙しかったのよ。もうハイパー、ちょっと気がおかしくなるぐらい忙しくて、突然それが舞い降りてきて、うわー今日かーと思って、来たなーと思ってたんだけど、もうそれを乗り越えなくちゃいけないから、それはいいんだよ、できんの。これ YouTube、 これを作る時間がなくなっちゃうのよ。忙しい時でも僕はだいたい11時過ぎには必ずお仕事を終わらして、そっから飯食って、もう朝早いから30分だけ昼寝するんですよ。だいたい20分から30分ぐらい昼寝して、それでパッと来てグワーってあの YouTube の編集をしだすんだけど、長い旅路が始まりなんだけど、それでだいたいお昼が終わる頃ぐらいで今日の動画の進み具合がわかるわけね。あ、これ早くアップできるぞとかできねえぞとかわかるんだけど、今日はもう忙しすぎてその昼寝の時間もないし、もうだんだんと12時近くになってきて、そうすると俺の昼寝がないから、昼寝と YouTube どっち撮りますかって、 YouTube だから昼寝しないで YouTube 編集したらもうこんななってきちゃって、こんな眠くなってきちゃって、あ、5分だけ寝ようと思って5分だけこう目をつぶって、またグーってこうさ、グーって編集して、あー、また眠くなってきたって、ちょっとだけ寝ようとかさ、この戦いでさ、でまた1時過ぎたらブワーって仕事がいっぱいあるじゃん、うおーってふわーって、ちょっと時間空いたらさ、パーってまた YouTube やって、うわーって仕事やって、うーってみたいな、あーって、でパーってアディダスなんだけど、シューズ見たらまた穴開いてるから、これはもう我慢できねえと思って、2足は連続して穴開いたから文句言ってやろうと思って、お客様相談室電話して、お客様相談室電話しながらも、あ、 YouTube やんないといけない、もう必要とか忙しい、ブーッってもうこんな感じだよ、もうこんな感じになっちゃったから、まあ帰りアメランだよ俺、さっぱりしたくてもう頭おかしくなっちゃったからもう。どれか1個だったら平気なんだよ、仕事は仕事、なんか YouTube YouTube、 トラブルはトラブル、対処いっぺんに来るとうわーって、あれもこれもあれもこれもうーってうーううバーンってうーってなっちゃうじゃん、なっちゃうよね。ならない。ならないんだ、みんな。だからみんな成功してんだよ。絶対。うん。それがわかるのが、俺、おやつにおせんべい食うのね。絶対。おせんべい、もう、炭水化物だからあんま食わない方がいいんだけど、食いたいのよ。おせんべい。丸いの。硬いやつ。いつもは、パリンって切って硬いあるじゃん、そうかせんべいみたいなやつ、あれが好きなんだけど、ちゃんと精神が落ち着いてるときはパリンパリンパリンって3等分ぐらいに切って、小さなおせんべいをポリポリポリって食べるのが好きなの。ポリンボリボリボリって口の中でボリボリ音が好きなのよ、この辺がボリボリしてるのが、わかる、ボリボリボリってうーってなんかゴッゴッとグッグッと音が聞こえるじゃん、ゴリゴリって耳に、その感触が好きなのね。でもその平常時じゃない今日みたいな超イライラし、イライラじゃないんだけど、ハイパーモードの時も
目が血走っちゃって、あれもやらなくちゃいけない、これもやらなくちゃいけない、あれもあれもこれもあれもやらなくちゃいけない、でも失敗しちゃいけないからしっかりチェックしろ、これもチェックしろなんてやってて、それで頭がわーっとビーッとウッププーッとかなってる時に、その時にせんべい食うと、もうすごいんだよ俺。バリ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 、バリ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 って、もう、バー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 バリ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 って、もう、でもなるべくもう、口の中全部グーっておせんべい入れて、バリ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 って食べてるの、もう、無意識で。やばいよね、ほんと。やばいおっさんだよ、ほんとに。多分、ね、やばいおっさんなんだよ、俺。うん。たまにいるじゃん、やばいっすよ。電車だとかさ、その一味なんで俺も多分。やっぱ王将って言ったらこうよね。王将って言ったらこうよね。こうハイボールちゃんになっちゃうよね。どう考えても。これは揺るぎないよね。どう考えても俺の中では。シュ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 こういうさ、飯系だとほんと食っちゃうよね。喋れない。つまみだったら喋れんだけど、飯系はね。全部食っちゃったまたもう山盛り爆盛りだ。また今日も美味しかったですね。明日も頑張ろう。もりもり食べて、もりもり走ってね。ですよ。心はつながってるよ、みんな。明日も頑張ろうね。愛してる。またね。